意気は漢字がそのまま日本語がやっぱ素敵で表してますね。意気は自分の心と書いていきます。自分の心を表すのが意気であり呼吸であるということは漢字からも見て取れるのかなと思うんですけれども、その呼吸のコントロールの仕方を勉強していくのが今日の範囲なんですね。呼吸のコントロールの仕方を長期法、プラーナヤーマ、サンスクリット語でプラーナヤーマと呼んでいきます。自分の心を整えるために呼吸をコントロールする方法、その呼吸のコントロールのする方法を長期法と呼んでいきます。サンスクリット語でイコールプラーナヤーマにあたります。でまずここでプラーナヤーマ、この気、漢字としてはこっちになるかなと思うんですが、この気のことをプラーナとヨガでは呼んでいきます。でプラーナイコール気と思ってもらったらいいんですけれども、この気っていうものはもうそのまま日本ではよくすごくここありがたいですね、理解しやすいところだと思うんですが、気の流れとかなんか言っていきません？この気ってよく私たち使います。元気がある、病気だとか、なんか雰囲気とか、なんか今日はピリピリした気の流れがこの会社の中にあるなとか、皆さんの職場だったりとか、なんか雰囲気今日ホワホワしてるなとか、あの人今日も元気ねとか、あの人今日はなんか病気かしら、体調悪いのかしらとか、よくこの気っていうものを使っていくと思うんですけれども、その気の状態を整えるのが長期法になってくるんですが、この元気とか病気ねっていうのって何で決めてるかって言ったら、やっぱ不思議なことに何もないですよね。測れるものは子供を見てあの子元気ねって言って、あの子病気ねって言った時に、その元気な子バーッと走ってる子供を見つけますよね。あの子元気ねって言って、その元気な子ちょっと止めて体重計に乗せてみる。でなんかその子がある病気になったので、病気になってあなんか体調悪そうだなと思って、きっと病気の子の子はって言った時に、その病気の子を体重に乗せてみる。変化があるかというと一切ないです。体重的な目で目測できることの変化は気の流れなのでないんですけれども、そうした流れによって私たちやっぱ全然見方が変わりますよね。あ元気なのか病気なのかっていうのを見分けてます。通常の考え方で使ってるんですよね、この気っていうことに関して。で別に目で推し量れるものでもないのに通常に使っている考え方、それこそが気、プラーナ、そのままイコールになりますので、あんまり難しく考えなくて大丈夫です。でこのプラーナっていうものが何なのかって考え出すとちょっと難しくなってくるんですが、このプラーナは酸素でもないです、窒素でもないです。ただこの空間に吸い込める形で点在化してます。ずっとここに存在はしていると言われるんですね、プラーナというものが。でそのプラーナの理解を助けてくれるのが、私たちがすごく落ち込んだ時があったりしますね。そんな時に見晴らしのいい草原のところにもし出かけたとします。で都会にいる時はもう心が塞いでしまって辛いなとか疲れたなと思ってたとしても、そういったすごく視界の開けた気持ちがいいところに行くと、私たちきっと何をするかというと、みんなが伸びをしたりだとか、なんか大きな呼吸もずっと吸ってはーっと吐いてみたりだとか、呼吸が深くなる、上を見上げてしまうような感じであったりだとか、その感じをさせているのがプラーナと思ってもらったんです。なのでこのプラーナっていうのは都会よりも自然の中の方がたくさんあります。でこのプラーナは私たちの体をこう何かこういい方向へと向かわしてくれるエネルギータイムのものだと思ってもらったらいいんですが、その気の流れのような形ですよね。そのプラーナが多いのは皆さんの体が分かります。求めている時、体が一番敏感にプラーナがたくさんある場所なのかない場所なのかは直感として分かるはずなんですね。やっぱ都会の渋谷とかに行くとプラーナは薄いです。自然の中に行くとプラーナは薄いです。
ラーナは濃いです。でそのプラーナが一番、うん、濃い時間帯というのは朝の2時半から6時頃まで。なぜなら植物が光合成をして新しい呼吸をふーっと吐いてくれているその呼吸の密度が濃い時だから。でヨガではこのプラーナをたっぷり体の中にいいプラーナを入れて体の中を整えてきたんですね。だからこそヨガでは朝ヨガをしなさいと言っていますね。朝一、特に日の出前ぐらい4時半って本当にすごい気持ちいいです。で皆さんも朝早起きした時に窓を開けるとなんだかピーンとしません？こう体がピシッとするような感覚であったりだとか、朝の空気ってやっぱりなんか澄んでます、綺麗ですね。朝一の呼吸する時のあの感覚と夕方帰る時にする時の呼吸の感覚ってなんだか感覚値なんですけど違いますよね。全然その全然違うなってことを分からせてくれるものがそれこそプラーナなんですね。存在しないものなので形としてはすごくイメージのお伝えでしかできないんですけれども、そのプラーナの質によって私たちの言動や行動というのは全然変わる。